もう始めることになってしまいました。誠に申し訳ないですが、まだ編集が終わっていないんですよね。まあ、そんなことは置いといて、皆さんぜひ今日からクッキングイベントが3日間あるので、10位以内を目指しているので、全力で10位以内に入れるように頑張ります。意外に寝てた、ありがとう。ちょっと一瞬編集を片手間にしながらお話ししていいですか。本当は前日にまでに動画送ってくださいって言われてるんですけど、私結構思いつき人間じゃないですか。思いつき人間でもう当日に書いたんですね。で、前日にって言われたから、そのどっか1日で2枚書かなきゃいけないじゃないですか。だから2枚書かないといけないから、2枚書こうと思って頑張ってるんだけど、ちょっとどうしても1枚書くのに4時間くらいかかって、編集に1時間半くらいかかるから、どうしてもその今追いつかなくて、2枚書くのに。で、まず今日中のやつだけでも完成させて、でも今日夜までにもう1枚完成させたら前日までにっていう約束が守れるから、本当は今日中には2枚完成させたいんだけど、かゆい。ちょっとその一体それをね、整理したいって。ちょっとやることが今多すぎて、今ちょっと入院中あんな暇だったのが嘘なように今頭がパンクしそうなんですけど、今日ですのにこのイベントも参加しようと思ってたんだけど、ちょっとかぶっちゃって、ああやっちまったなとか思いながら、かゆいです。こんにちは。ということで、クッキング選抜参加してるので、ぜひ星投げお願いいたします。一旦なるんだ。かゆい。もう私入院を始めてから、入院してから蕁麻疹が出るようになっちゃって、全身に。落ち着いてはきたのかもしれないんですけど、未だに蕁麻疹がね、かゆいんですよね。今日は腕の方もう嫌になっちゃいます。最近書かない方がうびしょ書かない方がいいのはね、もちろん分かってるんだけど、アトピーの行動気持ちが。ということで、イベント選抜はクッキング選抜ということで、どっかで料理をもう作んなくてもいいらしい、なんか配信中に作んなくてもいいらしいんだけど、何かしら料理を作ってツイッターにあげないといけないみたいで、そう、それをどっかで、そういう配信もしたいなと思っているのですが、一旦今日の編集を全速力で終わらせたいと思っております。ちょっとなので待ってください。もう今日一日中これやってた。なんかでもイラスト、これ LINE が来たらね、パソコン今つけてるから編集してて、パソコンが鳴ってんだよね。メイクを減らした方がいいね。顔は蕁麻疹出てないから、顔は関係ないから、顔は別にメイクは関係ないんだけど、多分あれなんです。そう、まずは手術する動画から料理しないといけない。びっくりした。すごい自己満で始めたけど、最初そうなんですよ、最初その最近イラストをね、武道館ライブに向けて描いてるんですよ。ぜひ見てない方は私のツイッターに載ってる、 YouTube にも制作過程を載っけているので見てほしいんですけど、私すごい、誰もきっとそんな
まあそんな反応してもらうことも期待せずに、ただただ本当に何だろうな、なんか武道館もう本当は立ちたかったし、なんか武道館のペンライトどんなんなんだろうとか気になったりとか、私ゆけりんさんがプロデュースするコンサートに前のやったやつを見てめっちゃ出たくて、次やるときは絶対出るぞって思ってたけど、今回これもなんかせっかく前回出れなかったから今回チャンスだったじゃないですか。でも今回もダメで、なんかそうで、なんか自分はね出れないってなって、まあ、なんか AKB48 ってちょっと最近さ入院をしてさ AKB ってバレてさ、バレたりなんか同級生かゆ同級生とかに会った時に AKB ってすごいよねって言われるけど、私今回のコンサートも別に出ないし全然すごくないよなとか思って、なんか最初は参加しない思ってたけど、何も参加しないくって、ちょっと今ちょっといろんなことやってはない、なんか何も参加しない自分はって一応思ったけど、でもじゃあ参加しないかどうかって自分次第だなと思って、あだったらもう自分の気持ちの問題として参加すれば、あの自分のこのあなんだメンバーなのに何も参加してないなってこの気持ちを整理するためにどっかで参加したら自分の気持ちに整理がつくかなと思って、その参加してないっていうこのマイナスな気持ちを、まあでもここで少しでも参加できたよねっていう風に思いたいなと思って始めたんですけど、すごいなんか17期生の子もちょっと3期生の子もなんかわざわざコメントしてくれて、すごい似てるとかでもないと思うんだけど、すごいそれがすごく嬉しかったですし、みんなも上手ってね褒めてくださって、私は全然プロでもないし、あのなんかこう本当に趣味として書いてるだけなので、誰かに頼まれたとかでもないからさ、そんなにみんなが言ってくれると思わなくてすごく嬉しかったですが、ちょっとなんか YouTube でなんか制作過程もなんか載っけたら面白いかなみたいな感じで、せっかくだったらまあ夢見る投稿頻度がね、まあ、少ないって言われていますので、夢見るのショートであげれたらなと思ってショートであげたら、まああげているんだけど、ちょっとやっぱり編集は毎日大変なのでね、今それに追われてます。思いつきでやる私のせいです、マジで。もっと最初から準備しとけよって話なんですけど、前日にひらめいちゃったの、あこうすればいいんじゃんと思ってっていうね、なりゆで今私はその編集、本日の編集に追われてます。ちょっと今日のイラ昨日のイラストも恥ずか、正直十分なんかねちょっと自信がないけど、まあでも書くことに意味があると私は考えておる。で今そしたらショールームイベントもこのイベントもどうしても参加したくて、かぶっちゃったなと思って、もしかしてかぶってしもうたんですけど、かぶっちゃったんですけど精一杯頑張ります。あの欲しくなっちゃった、こうか、そうなんですよね。ということで皆さん星投げお願いします。多分みんな今ね武道館リハをしてて、私だけなんかちょっと抜け駆けしてるみたいになってしもうてる気がする。お料理のツイッター多分投稿しないといけないんじゃないかな、しますよ。でもあれはさ、あれをね、今1位だけど多分始めたばっかでも、ちょっと目指して頑張ります。料理配信は妹と、あ料理作ってる時は配信しないかも。あの食べるかな、なんか
ちょっと妹と作りたくて、なんか妹あの YouTube にあの上げてるんですけど、白菜をアチョーってしてる動画があるんですけど、なんかそれをもう違う料理バージョンを作りたくて、でもちょっと妹と一緒に配信しちゃうとなんか事故って妹が映ったりとかするのが怖いので、あの料理の作る過程はで、またそれを編集する時間がちょっと今自分に余裕があるか、まあでもいけるんじゃないかな、そんなにあれはかかんないと思うから、時間が撮影の時間がかかるくらいだから、ツイッターにあげる本当は画像でもいいらしいんだけど、まあ動画はそれをあげようかなと思ってて、でそれで作ったものを食べるか、なんか食材を紹介したりとかでもいいかなと思ってます。まあ写っていいかどうかは私が決めることなのでね。ワクさんありがかわいい、しのたろさんありがかわいい、今2位です。サタートダッヒュが大事ということで頑張ります。あーイラスト、ここに入れるイラストが iPad に入ってるから、この配信終わった後じゃないと入れれないけど、マジで早く提出しないと言われ、なんか言われそう、スタッフさんに怒られちゃうから早くしないとなんですけど、ちょっと待ってくださいね。かゆジュエさんありがとう。ありがとう、こんにちは、かゆいかゆいよ、なんだこのジンマシン、病院行きたいけどちょっと今病院行く余裕がないから行けないんだけどさ、皮膚科に行くよ。ジュースありがとう。皮膚科はでも明日病院行かないといけないんだよな、結局。そう、明日ジンマシンみたい。いや、どうしようかな。ノリアとマークダンコナナレジャスありがとう。ありがとう。よし、どうしようかな、編集もうこれをこれ、え、意外にでもこの動画ちょっと待って、じゃああと5分でこの編集を終わらせるわ、多分そんなにねかかんないと思う、あのね結構ね、あともう後で別撮り音声を入れて、そう別撮りの音声入れてなんか適当に喋って終わりだから、そんなに時間はかからないから、6時多分この配信が5時45分に終わるでしょ、だからもう6時に終わって早くスタッフさんに出してちょっとせっせーんと送って、間に合うな、間に合う、よし、ごめんねスタッフさん、前日には出してくださいって言われてるんですが、ちょっと間に合う、全力で毎日朝から絵しか描いてないんですけど間に合わないので、早く今日は夜更かししてイラストを夜まで描いて、明日の分も描いたら余裕が生まれるので、ちょっと一旦今日は頑張らないといけないですね。ということで、今日は今からね、配信を集中したいと思います。毎日締め切りに追われる漫画家の気持ちが分かりました。じゃあちょっとメイク何もしてないんでメイクしますか。編集長に追われる漫画家さんの気持ち。毎日リハビリもやってますよ、ちゃんと。明日は、明日病院行かないといけない、その
リハビリを定期的に、しばらくは週2で通わないといけないから、明日行かないといけないけど、もう少しで1、いやでもね今離れてる、7011ポイント、みんな頑張るぞ。10個連続で投げた方がみたいになりますよね。アシスタントやっとっちゃう、じゃあ誰かファンの方がアシスタントになってください。ファンデーションはいらないね、この加工もあるしね、ソルムってフィルターが。ちょっと今日ね携帯の容量がなくてイラストの最後の方とか全然撮れなかったから許して。多分このイベントは今は多分余裕のよっちゃんなんだけど、今回結構みんな参加してるから、もうお強い方みんな参加してるから、多分夜みんなが配信しだしてからが勝負だと思うので、まあすごく抜け駆けしているみたいで申し訳ないんだけど、今回武道館に参加しなくて、私はリハに参加しないからこの時間に配信ができてしまっているんですけど、まあそこはもう運が良かったというふうに捉えさせていただいて、もう私はあのここでね全力でねあのポイントを稼いでちょっとだけでも差をつけれたらなと思います。10位以内に入れば確か得点がもらえるんだよね、お料理は。そう、前はめっちゃ飲んだでしょ。いやーこういうあの油断って本当に大敵。料理グッズがもらえるんですけど、私が10位以内に入ったら絶対ファンの皆さんを何か喜んでもらえるようなことができるようにしたいなと思うので、ぜひ10位以内に入れるように応援していただけたら、ウレピーマン、ひやぎさんにがハートっていうのと、まああとは私踊れないからさ、やることやれることやんないとね、マジで。まあ言って多分私は半年から1年にリハビリって言われてるけど、まあ1年は無理なんじゃないかなって思ってるんですね、踊るのは。長く見た方がいいかなと思ってるから。ってことはさ、1年劇場公演出れないしさ、公演も出れないしさ、コンサートも出れないしさ、じゃあどこで頑張るのって話だもんね。と思うよ、でも別に真ん中のハムニーだ、なんか本当申し訳ないな。みんなで楽しみながら行きましょう。ちょっと料理のグッズもらったらアチョウ動画増やしますね。白菜のあのアチョウ動画のシリーズもうちょっと増やしますね。意外にあれ何のあのか料理のあれ意外に大変なのが、うちの結構使い込んだお鍋とかフライパンとか料理のこのグッあのやつを見せるのが恥ずかしいから、ちょっとこのお鍋やめた方が良くないみたいな。そうするのが大変なので、じゃあ今回10位内に入ったらグッズもらったらピカピカになったらあのそれ使って撮りますね。それはもう公約一つ、絶対10位内に入ったら絶対にアチョウ動画は必ず復活する。そう、ちょっとさ、みんなじゃあ今回のイベントで何作るか相談ね。今回かぼちゃを使ってなんか作りたいなと思ってるんだけど、かぼちゃなんだろう、うち煮物しか作んないんだけど、もっとシャンティーなのがいいのかな。保冷剤が欲しい、かゆい。ちょっとこのジンマシンのとこ避けて金柑でも塗ろうかな。あとお母さんはウィーナー作ったらって言われた。なんかウィーナー3位になっちゃったよ。
どんどん下がってるよ。そう、ウインナーを作る、ソーセージを作る機械がうちにあるらしくて、そう、鬼まんじゅう、さつまいもや、あ、かぼちゃでも作るんだ。そう、もう作ろうかな。はじめまして、パスタ作ってほしいね、そう思った。器にしたら可愛いだろうなと思いながら、ちょっと今回は変な形のかぼちゃをハトコードを親戚からもらったから、それを使おうと思ってます。どう、ソーセージとかぼちゃを組み合わせる、あ、ひらめいた。作ったソーセージをかぼちゃのスープに入れるってどうですか、よくない？でそれを動画撮ってツイッターに載っけて、このイベントのハッシュタグで投稿するのは完成。どう？いいんじゃない、いいんじゃない。そして今3位です。下がってますね。ゆかきさん、ありがだるま、ありがとう。まさかずアットマーク、ふうさん、ありがかわいい。おー、いいね。ソーセージ、ウインナーから手作りのかぼちゃスープ、いいよね。そうしよう。順位は気にしない。でも10位以内に入らないとダメなんだもん。あ、でも10位以内に入りたいから、まあ、1位になっても10位でも変わらないから、まあ、あれなんだけど、って言ってたら11位とかなっちゃったりとか。あー、びくしゃ、ハートがいっぱい来た、ありがとう。ちょっと待って、バグってる今、固まってる。まさかずさん、ありがとう。ガッキーさん、ありがだるま。ひらぎさん、ありがハート。トカチンさん、ありがハート。フォコさん、ありがハート。フォコさん、ありがとう。そう、作りますね。スペースゴーさん、ありがお花。意外に今回のイベントは短いから、そうだね、あと20分って言った。この配信が終わった瞬間、私は、今日あげる動画のアフレコをちゃんちゃかちゃんって撮って乗っけて、でマネージャーさん、スタッフさんに送って謝ってすいません、ちょっと当日2個作ろうと頑張ってるんですけど、どうしてもまだまあ時間が足りなす時間で、ね、関係で間に合ってませんって送って謝って、なんかお料理はどうしようかな、なんか明日か明後日作ろうと思ってます。編集自体は多分アチョー系だったらどんくらいかな、そんなにかかんないと思う、今の自分のあれだったらそんなに難しくないから、そのもう YouTube じゃなくて Twitter 用で撮るやつだから、まあ明日で撮れたら一番いいんだけど、ちょっと今イラストのカウントダウンをやってて、それの余裕がもし今日中に2枚目ができなかった場合、ちょっと明日私午前中に病院に行かないといけないから、その明日のイラストが明日中に間に合わないってなっちゃうと大変だから、そうなった場合は明後日料理すると思う、1日。でも今日中にイラストができそうだったら明日の分の、そしたら明日作ろうかなと思います。スノーさん、ありがハート、ありがとう。ラスカルさんも、ありがハート、ありがとう。アクさんもありがハート、ありがとう。まあ、でもどちらにしろそうだね、配信では作んないけど食べるか、一瞬で3から1になった、まあ、気にしないでって言われたけど、
で嬉しくて気になっちゃう。でもまだね、ビビあれだもんね、まだまだ始まったばっかだから、そういうあれだもん、ね、でも嬉しい。はい、こんにちは、ありがとう。こんにちは、元気そうで何より。そうですね、膝の具合はまあまあ変わらずって感じかな一応まだ松葉杖を外では2つ使って、家の中とかだったら片松葉でもいいかなって言われてるんだけど、一応松葉杖は使って歩いてくださいとは言われてるかな。あ、確かにイラストとレシピ料理の、あ、それもいいね。それと動画であげれたら一番いいか。ちょっと一旦カウントダウンどうにかしないとだね。そうだね、でも確かにそれもいい案ですね。あ、このタイミングでみんなが参照終わった時間なんだ。あ、なるほど。ジムシンがかゆい。電車で席譲ってくれていますか。まだ電車乗ってないかな。一回バス乗ったけど優先席座ったかな。なんか優先席さ座るの、いつも優先席は座んないようにしてるからさ、普段はね。ちょっと罪悪感あったけど、まあどう見てもイラストに松葉杖持ってる人いるし大丈夫だよなと思いながら座りました。お風呂を入るの大変そう。そうだね、お風呂入るの大変かも。なんかずっとサポーターをつけてるんですよ、足、左足にね。そのサポーターをつけない状態で足つかないでねって言われてて、一応ね。だからでもそのサポーターを脱いでお風呂入らないといけないから、脱いで椅子に座るまでがちょっと緊張するかな。あと浴槽入るんですけど、浴槽入って浴槽出るのもちょっと緊張する。お湯はねつけちゃってる私は。イエーイ、今1位ですね。さて次の更新どうなるでしょうか。うん、こう、介護してくれるの。そう、そうなんですよ。そんな感じですかね、最近は。手伝ってもらってはいないですね。今絶対 AKB で配信してるの20日だけでしょうか。なんか申し訳ないな。2年ぶり、リハ中だよ絶対。ごめんね、参加しないのは多分私とジョンマイラブに出るルンちゃんだけでしょ。クロスちゃんは後から追加で8と9出るって発表されてたから申し訳ないね申し訳ないね、私だけなんですよね。いや他の方みんなリハだよ多分。申し訳ね。そう、多分みんなレッスンが合間で空いたからちょっと流行ったって感じだと思う。長岡太郎さんありがペンライト。武道館出たかった出たかったです。一回出たくてちょっと交渉してみたけどね、まあやめた方がいいよね。47とかやりませんかね。もし47とかあったら懸命とかだけでピョンって出れませんかねみたいな言ってたけどね。あ、全然47やるとか全然知らないですからね、これは適当に言ってます。あの私本当に何も知らない状態の時にやるよってなった時に、あ、もう懸命の時だけひょこひょこ出てとかダメですかねみたいな。ダメだった。武道館ってさ、武道館って立ったことあるの、すごいって思うし、立ってみたいよね、憧れだよね。
ちょっと私の分もたくさん感想を教えて、どんな感じだったか。マサさん、ありがとうございました。ありがとう。まあでもなんか出ないのもそれはまあ神様の運命だったんだろうなと思って、今はもう今はなんかまあ他のところでと思って頑張ります。まあまた立てると信じて。リボンさん、ありがとう。長岡太郎さん、ありがとう。私武道館行ったことないんですよね。なんかライブとか、例えば他のアーティストさんのライブを見に行ったとかもなくて、どんななんだろうな。でもまあそんなこと言ってもしょうがないからね。そう、それもね。2個。2個。体を大事にしてください。ありがとうございます。前髪が長い鬼太郎みたいになってるね。ゲゲゲの鬼太郎みたいな。すごいね、伸びたね。伸びたな。あ、大学の入学式とか卒業式で使ってる格好ありますよね。この長さはパッツンね、できないですよ。なんかね、ここでこうしてみたいの。ほら、コミュニカンだ。いいね。横浜アリーナ。横浜、私に2つごちゃごちゃになってるやつがあるな。確か横アリはさ、エイトが一回立つってなったけど延期になっちゃって立てなかったとこ、どこあれだったっけ。応援してください。長岡太郎さん、ありがとう。ライト、こんにちは。あ、今流行ってますよね。そう、来月のオンラインお話し会で会います。会いましょう。待ってます。エース7ペアとマクルさん、ありがとう。こちゃん、ありがとう。ありがとう。なんか今日ちょっと疲れすぎちゃって、なんかいろいろやってたら疲れちゃって、なんか最近痩せたからさ、嬉しくてさ、あんまお菓子とかもめちゃくちゃ食べなかったけど、さっき爆食いしたよね。爆食いたことでもないけど。おー、びっくりした。ですよね。遠くの応援ダンス、ありがファイター。めっちゃ当たった。ババ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 バ、タラタタタ。ちょっと待ってね、痒いなぁ、全然マシ分かんないね、こうやって見たら痒い。こうやって見たら全然分かんない。ダラバ、帰り、分かんない。よし、熱っ。
パパ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 パコンポタージュをもらったらしい。うまっ。どっちがおすすめ？どっちがいいの？コンポタ。じゃあ食べよう。コンポタをもらってやる。うん、グッドテイスト、グッドテイスト、うんうん、うわ、うん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 、うまうん、もう一個ある、うまい棒は、うん、おすごい緑のやつ、あとね、アポロすごいいっぱいもらうんだね、なんでそんないっぱい甘いや、後で中もらった、うまい棒は納豆味が一番おいしい、そう、納豆味なかったの、もらおうと思ったけどなかった、納豆味がいっちゃん美味しい、ヤクルト1000か、一回ヤクルト1000私飲んだことなくて、ずっとでもさ、みんながヤクルト1000ヤクルト1000言うじゃん、明太子、明太子も美味しいよ、納豆味が一番美味しい、明太子も美味しいよ、美味しいよね、何でも美味しいんだ、で季節焼肉も好きだよ、いや、たこ焼きも美味しい、うまい棒はでも納豆味が私いっちゃん好き、あとチョコのやつも美味しい、あー、あれね、餅が好きなのね、そう、修学旅行ね、うんうん、で、ヤクルト1000飲んだことなかったんだけど、うん、あの、ジョンマイラブの時にね、ジョンマイラブの時に結構私最後まで残ってたね、いつもあの本番の日もこう最後まで残ってて、その日の公演の復習して結構みんなが帰った後に帰ってたのよ、そうで、いつも帰ってこうやって座ってたら、あのジョン万次郎役をやってる小原さんが通った時に、これあげるよって言ってヤクルト1000をいつも飲んでるらしくて、ヤクルト1000一本もらったんだけどなくしちゃって、その後に私めっちゃ嬉しかったんですよ、ヤクルト1000を飲んだことがなかったからね、え、これがあのどこにも売ってないと言われてるヤクルト1000だと思って、飲んだの、それでなくしたの、まあ、なくしたの、そしてありがとう、でその日4期が稽古をやってて私見学してたんさ、でヤクルト1000持って見学しに行ってて、席の方でねちょっと離れて見てたのさ、そしたらその席にヤクルト1000を置いて野生のヤクルトみたいになっちゃって、で吉田に聞いたんですよ、ヤクルト1000知らないって言ったら、あ、今日なんか4期の人がこのヤクルト誰のだろう、お客さんかなとか言ってたとか言ってて、うわやばいなくなると思って忘れられるかもとか思ってるんだけど、結局冷蔵庫に入ってたかな、入ってたんだけどそれが自分のか分かんなかったんだけど、そしたら小原さんがもう一本あげるよって言ってもう一本くれて、で私はヤクルト1000って一瞬で寝れるって噂って聞いたから、ああ寝る前に飲みたかったんですよ、そうで、その次の日が千秋楽とかだったかな、そう千秋楽とかだったから、もう千秋楽の前日に飲もうと思ってたんだけど忘れちゃったんだよね忘れちゃって飲むの
千秋楽の始まる当日の朝に飲みました。だからあんま効果あったのか分からなかったんですよね。ヤクルト1000ってどこに売ってるの？売ってたらスーパーとか。待って、もう45分になる。ランキング見ます。一旦今回の配信のランキング見ますね。13位、ちまさん、ちまさん、ちまさん、ありがとうございます。12位、ライチさん、ライチさん、ありがとうございます。11位、若部正幸さん、若部正幸さん、ありがとうございます。10位、まさかずアットマークウフフさん、まさかずさん、ありがとうございます。9位、てつりんさん、てつりんさん、ありがとうございます。お久しぶりじゃね、お久しぶりだよね。そんなことない。8位、フォークアットマークダダン初見たい香港ブームさん、フォークさん、ありがとうございます。フォークさん、ありがとうございます。7位、スーさん、スーさん、スーさん、ありがとうございます。6位、スノーさん、スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。5位、ジュニアさん、ジュニアさん、ジュニアさん、ありがとうございます。4位、ヒイラギさん、ヒイラギさん、ヒイラギさん、ありがとうございます。3位、ノリアとマクユエスさん、ノリーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、ワクさん、ワクさん、ワクさん、ありがとうございます。そして1位は、エースのアンペアとマクユエスさん、エースのアンペアさん、ありがとうございます。ということで次の配信はですね、またですね7時からあと1時間あと1時間15分後パパパパ、みんなでイベントね楽しみながら10位以内に入れるように頑張りましょう。ということで、まああのあれなんですけど、一応今1位ということで、事実上は1位ということでね、嬉しいですね。じゃちょっと今から編集を、すごい、編集を猛スピードで終わらせて、スタッフさんに謝りながら提出していきたいと思います。あと2分あるから、あと2分。あ、なんかさ悲しい。なんかさ、こう iPhone ってさ、左側にこうさスクロールしてたらさ、今は違う画像なんだけどさ、こことかにさ、わかる、こう画像が出てくんのよ。そうで、画像が出てくるんだけど、なんかそこにね、そこにあのさ、8月15日の思い出を振り返るってめっちゃ出てくるんだよね。そう、めちゃくちゃに出てくるの。なんかジョン・マイ・ラブの千秋楽が8月15日だったんだけど、じゃあ8月15日の思い出を振り返るじゃなくて、楽しい思い出を振り返るみたいな。そう、あ、もうそう、思い出させないでほしい、悲しくなるから。今日もね、朝かなんか出てきた、毎回。なんで8月15日がそんなたくさん出てくるの？私が楽しそうなのかな、顔面が。ということで45分になりましたので、またですね、また会いましょう。さようなら、バイバイ。じゃあ次は7時です。またね、頑張る。